まあ、開幕前のキャンプの時に、うん、まあ、もう使わないからって言われたんですよ。風間さんのサッカーを学びたいと思って名古屋行ったんですけど、うん、結局1ヶ月後ぐらいに、うん、でそういうのはまあ僕は持ってないですよ。名古屋はちょっと意外やったけどね。え、名古屋なんやっていう、はい、あれはね、うん、FC 東京19年の時かな、うん、まあ、開幕前のキャンプの時に、うん、まあ、もう使わないからって言われたんですよ。はで、契約もその年までだったっていうのはある、うんうん、あったんで、うん、これは多分もう夏に動かないとっていうのは、うん、まあそう、もうその1年で終わりっていう感じもね、はい、でもやっぱ東京に対しての思い入れっていうのもすごくあったから、うん、いや頑張ってポジション取り返してって思いはずっと持ってたんですけど、やっぱそこからの半年、夏までの期間過ごした時に、うん、あ、これはちょっと難しいなっていうのを感じて、ね、うん、た時に名古屋がオファーをくれて、うん、海外では結構使わへんからって聞くけど、結構日本でもまあそういうのもまああったりもするんやな。そうですね。でも嬉しいですよ、あの、うん、はっきり言ってくれた方が、まあ、まあそうやな、中途半端な扱いを受けるよりは、うん、はっきり言われた方がもっと頑張れるし、うんうんうん、そうね、火つくし、あ、そこが結構このポイントかもしれへんね、はい、そうやって言われたり試合出られへん逆境になった時に諦めてもうあかんようになっていくか、はい、そこから何クソと思って頑張るか、そうですね、それは結構大事やもんね、はい、でそれが32になる年だったんで、まあ、こっからの次の契約ってすごい大事じゃないですか。そうね、そうね。でその時に名古屋が話をくれて、うん、複数年の契約をくれて、うん、で僕も子供が生まれる前ぐらいだったと思うんですけど、結婚して、はい、結婚して、ハニーと結婚して、はい、あ、で、まあ、新生活名古屋で迎えるぞと。なるほど。あとは風間さんのサッカーを学びたい、やっぱりいろんな人、選手、関係者に聞いて、うん、やっぱみんな面白いっていうし、なるほどなるほどなるほど、でやっぱ健吾さんの活躍とかを見、うん、大久保嘉人さんを見てたら、うん、やっぱ30過ぎても成長できる、うん、と思って名古屋行ったんですけど、うん、結局1ヶ月後ぐらいに風間さん会になっちゃって、うん、でそういうのはまあ僕は持ってないですオランダ行った時もそうだし、いやいや、まあまあこれは持ってるんじゃないですか。でもなかなかこういう面白い話なかなか人々は持ってないですからあれみたいな、だから入る前と入った時の景色がもう全く違うわけですよ。なるほどね。だけどやっぱ経験としてはすごく、うん、あの、良かったな。あ、でも、ね、なんやかんやそうやってさ、まあ複数年でも含めてさ、はい、この必要とされるっていうのは嬉しいことだよね、はい、嬉しいです。やっぱサッカー選手そこじゃないですか。いや、ほんまそうや、必要とされるところで。いや、ほんまそうや、はい、で名古屋に行って、うん、で名古屋で1年半2年弱ぐらい、うんうん、突如その、うん、もう1年まだ契約あったんですけど、うんうん、オーストラリアのパースグローリーってチームからパースね、 ACL のオファーが来たんですよ、うん、1ヶ月間のカタール中立開催の時に、うん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 、その大会の限定オファーみたいな、はあ、でもちょうど今ぐらいの時期から1ヶ月半ぐらい抜けるっていうのはやっぱちょっとありえないじゃないですか、日本のクラブからしたら。そうやな、はい、まだ試合が残ってる段階で、うん、もちろんそれはダメって言われて、うんうん、だったんですけど、その後もパースは翌シーズンに向けてオファーをくれたんですよ、うんうんうん、でもオーストラリアのクラブなので、うんうん、特にパースって田舎のクラブなので、うんうんうん、お金は全然良くなくて、うんうんうん、でもこの機会逃したら、うん、もう多分行けないぞと思って、もうそこはお金関係なく、もうこの経験を家族と共にしたい、うん、なるほど、もうその思いで一直線になって、うん、で名古屋に契約解除してもらって、うん、オーストラリアに。なるほど。生活は？生活は最高っす。最高最高。いやー、だからオーストラリアね、田代雄三とかそうもうね移住したりしてるけど、はいはい、やっぱええんやな。めちゃくちゃいいっすね。特に子供いるから、うん、子育てとかには最高です。ただ物価めちゃくちゃ高いんで。あ、そう、はい、最初の半年は給料もめちゃくちゃ低かったんで、うんうん、もうギリギリだったんですけど、うんうん、でも日本円を、ね、送ってまで生活したくなかったから、向こうで稼いだお金で生活って自分の中でテーマに掲げて、えらいやん。でもその半年で結果残せて、うん、プラス2年、うん、めちゃくちゃいい契約できて、そっからはすごい贅沢な生活できた。いいですね、はい、でパースで？パースで2シーズンやりました。2シーズンやった、はい、契約はまだあったってこと？もう1年あったんですけど、
クラブの内部がもう結構ごたごたで全部変えるってなって、僕はもう日本に帰ろうって決めてたんですよ。でそれはもう町田に入りたいって思う。でクラブからも契約解除してほしいって言われて、そういうことね、はい、帰ってきたタイミングぐらいで言われて、でそこからゼルビアと話をして、じゃあ残ってる1年分どうするんだっていうところで並行して話をして、で僕はゼルビアの選手として契約しました、うん、でゼルビアからもお金もらえます、うん、で残りの1年分のファーストの給料ももらえるっていう形で、うんうんうん、今20代契約上は別にその全然問題ないわけやな。そうです、まあ違約金という形で、うん、なるほどなるほどなるほど、契約残ってた1年分の違約金という形でファーストから、うん、それは良かったね、はい、これはお番台流しても大丈夫なんですか。大丈夫ですなんかそういう運も持ったな。なるほど。でしかもこうやって自分が育ったクラブに最後戻れるっていうのは嬉しいですね。いやそれはええやん日本に戻ってくるっていうふうに決めた時に、はい、この FC 町田ゼルビアもう一択ぐらいの感じやったの。はい、まあ、入れたら行きたいと思ってましたけど、うんうんうん、なかったら辞めるつもりだったんです。あもう、はい、最後っていう位置づけでパースにも行ったんで。あでもまだだって33とか、はい、33ぐらいでもう幸いぐらいの感じでいけたんや、はい、一応なんか自分の中では35までっていう目標に置いてて、うん、なるほど、やっぱサッカー辞めてからも長いから、あで兄とも仕事がしたいし、なるほど、はい、サッカー辞めてからもすごい楽しみなことが多いんで、いいですね、そのための準備をある程度自分の中ではしてきてるし、いいですね。という感じでそのね、はい、地元のこのクラブに来ましたけど、はい、どうですかやっぱこの地元でやるという。嬉しいですね。だから、うん、一番最初にも話した通り小学生以来中学生ぶり以来、うん、お世話になってた方と、うん、で再会する機会もたくさん増えたりとか、うんうん、その方たちに恩返しをねやっぱプレーでしなきゃいけないし、うん、そうね、この FC 町田ゼルビアが J2 ではなくて、そう、ね、やっぱ J1 昇格したらこの町田の町もね、そうですよ、もっと変わると思うんですよ、町田の町も。とはいえまずはですよね、まずは、はい、今まだ J1 はないんですよね、まだ、はい、まあ1989年からありますから、はい、本当にやっぱりここゼルビアが昇格して、うーん、その時の様子を見てみたいですね。なるほどね、はい、やっぱそれを地元出身のね、はい、選手がそこにいるっていうのがこれはストーリーがあると思いますからね、うん、だからこれからすごくポテンシャルを持ったクラブだと思いますし、もっともっと大きくなるチャンスってあると思うんで、なるほど、1年でも早くその場に行けたらいいですね。まあまあそんなね思いを持って帰ってきて、はい、まあ、今ちょっとプレーオフ圏内まだもうどうにでもなるぐらいですけど、はいはい、ちょっとなってると、はい、でこれもう残念なことにちょっと太田康介もちょっとこういう感じやという感じですけど、そのあたりはどうですか。まあやっぱ途中から入ることの難しさっていうのを改めて感じたし、うんうんうん、特にねやっぱプレーオフっていう大きな目標、うん、まあ、昇格って大きな目標に向けて今ちょっと遠くなってる段階で、うん、ここでやっぱりね祭り男が、そうですよ、はい、力が必要になってくると思うので、そうですよ、チャンス伺ってる状況、いや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 、はい、チャンスはねもう本当にもう伺うんじゃなくて取りに行かないとダメですしね、はい、やっぱこれはもうポポビッチにスライディングですよ、これそうですね朝一発目の挨拶で後ろからスライディングいきますそれでもう試合に出れるようになるか、はい、もう一切違うどっちかそれぐらいの意気が、いやそうだね、はい、それぐらいの気持ちね、気持ちで実際にやってあかんけど、そのやっぱり俺は出たいんやっていうのをやっぱ監督にアピールすると、はい、そういう話ですよ、はい、やっぱりその地元の選手、やっぱりその思いのある選手ね、これがまあもちろんみんな思いはあるけど、はい、やっぱその特別だから、はい、その選手はこう引っ張っていくという感じですよ。そうですね、はい、ね、まあ、まだ可能性もありますし、全然ある全然ある、はい、なんといってもやっぱフリーキックですよ。そうですね、今何点取ってますかフリーキック。12ぐらいでしょ、はい、そんなだって、そんなだってアツさんとかでも、アツさんも多分一番多いんやったっけ、シュンさん、シュン、あ、そうかそうか、シュンスケ、アツさんとかやっととか、はい、それぐらいもんね、はい、まだまだいけるでしょ。いや、決めたいっすね。でしょ、はい、そうですよ、育った場所、育ったスタジアムで決めれたら、さらに最高っすね。で、決めたらどうするんですか。おばんざーい、そういうことで
ですよ。そういうことですよ、これ、おばんざい。いや、それはそうですよ。でしょ？どうでしたか、ちょっと、おばんざいが。いや、もう本当に念願の出演だったので、嬉しいですね。見たことあった？いや、めちゃくちゃ見てますよ、そう、はい、それは嬉しいな、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当楽しくやれました。ありがとうございます。せーの、おばんざい。